努力が、あ、分かった分かった分かった。いや、そこ牛いない。はい、本日は栃木県3施設目の拠点移動。今度の拠点はさ、那須にあるから、うん、めっちゃ観光できる、うん、いいね。めっちゃ俺那須好きだからさ、うん、もう行きたいとこ超リストアップしてやるから楽しみ。はい、ということで RV パークホテルフロラシオナスさんチェックインしてきました。料金や時間帯などの詳細情報はこちら。近隣の情報がこちら。ということでこんな感じのパークに滞在していくんですが、このフロラシオンさんはこう那須観光地域の結構真ん中辺に位置してるんですよ。なのでこの那須を満喫するにはぴったしの拠点だと思います。加えてね、ご紹介した通り2000円で電源ゴミ捨て込み、温泉が500円ということで、かなり破格のパークですね。かなりこう利用しやすいんじゃないかなと思います。で、一応明日はホテルの朝食を予約してきたので、今日の夕飯は少し質素にねやっていこうかなと思います。それではお風呂のお支払いも済ませてきたので、早速着替えを持ってお風呂に行きたいと思います。よし、じゃあご飯にするか、はい、とりあえず炊くか、炊かないとな、うん、そうだね、うん、あ、くっついちゃってる大丈夫、うん、ああ、取れた取れた。初出しでやんす。今日から我々はこれ参考の炊飯器で一人一個ね、お弁当箱みたいな感じで、うん、食べていきます。イエーイ。いや、もう戻ってきて早々でも炊飯始めちゃった。懐かしいと。いや、ちょっとね、実はお昼ご飯食べてないっていうねこれはね、めちゃめちゃ腹減っちゃってさ、もう。しかも今日ちょっと楽しみがあるんだよね、もう一個ね。そうだね。ね、例のあれがね、ワクワク、ワクワクの噂のあれがね。ワクワク。怪しいぞ、米の水が怪しいぞ、これお願い足りて終わり。いや、なんとかなる。よし、まず俺の分、あ、俺の分くね、ちょっと山野、足りてくれ。あー、ちょびちょびだー。頼む頼むって、この分だけ。よし、足りた。よかった、山野足りましたね。嬉しい。 OK、 0.5 合分、これで電源入れるだけだから超楽。 すごいね、うん。オッケー、じゃあここへイン、いいの、電源オン、あとは待つだけ。いいね、楽、まあ、時間の目安でね、15分ぐらいタイマー。山は 0.5 合だから先に上がったね。うん、これがね、10分ぐらい蒸らして終わりか。おい、味噌汁飲む人でも、あ、飲むね、でかいね、うん、補充してきたから。でも明日朝ね、ホテルで食べるということで、節約ご飯、はい、といえば、節約ご飯といえばこれですね、ナトゥ。俺らもう定番になってきたね、納豆がね、
そう結構節約できるから納豆マジで。開けます。来い頼む。おい、いい感じに粒が立っておるではないか。美味しそうやで。うまそう。あ、ちゃんと炊けてるんじゃない？美味しそうやで。見ろこの水に浸してないのにこんなしっかり炊けてる。美味しそう。うん、でもね俺のイメージだけど四隅がちょっと水っぽくなってるから、うん、開けた瞬間混ぜるのがね吉だと思う。なるほど。納豆ってなんでこんな美味しそうなんだろうか。水戸行ったらいろんな納豆食ってみたいんだけど。水戸って何県？茨城。ここ何県？ここは栃木。それではいただきます。いただきます。いただきます。うわうまそうだ。ちょっとでも手で持つには重いんか。まあでもまあでもって感じか、うん、いただきます。はい。あーうまそう。どうですか？美味しい。美味しい。うん、なんかね、大雄だっけ、うん、っていう中でちょっと群馬では見たことないスーパーで買ったそのブランドの納豆。うん、美味しい。地域、地元スーパーなんかね。うん、多分そうじゃない。うん、でも全然うまい。うん、普通に美味しい。よかった。これでこれ縁が熱いからね。あ、ちょっと気をつけて。熱いからかき込めないんですよ。でこうね、うまくすくっていくしかないね。うん、うまっ。米ちゃんとうまいわ。うん、一粒を感じる米。一粒を感じる米、うん、さすがだね。何微妙だった。微妙だった。言うことが違うなちゃうやろ、うん、最近ヤマメさんは2キロのダイエットに成功してます。すごいよね。俺も頑張らないと。でもね、うん、そうだったね。それ没収かな。それで元に戻るよ2キロ。まあでも食べちゃういいのかなその努力が。その努力が。あ、分かった分かった分かったよ。食べていいよ。食べていいから元気出して。ごちそうさま。ごちそうさま。食べきったね。お腹いっぱいになった。うん、うん、まだこの後あるでしょ。あ、そういうこと。そうだよ。お腹まだ足りないよ。なんだ今いっぱいになったじゃないけど。俺一人でやろうと思ったのに。お腹いっぱいだよ。あ、いっぱい。じゃあいらないね。じゃあいらないね。あ、吠えるじゃねえ。とりあえずじゃあ片付けしよっか。ね。ということで、食後の楽しみだったバナナシェイクタイム。わー、やったねー。ついに俺も待ちに待ったバナナシェイク。口がまだ納豆だけど。これで浄化されるよ。これで浄化される、うん。浄化っていうのか知らんけども。今日はね、そのためにカップとかも用意してみた。こういうやつとかね。さすが形から入るタイプね。そう。そして今回の牛乳がこちら。ロイヤルジャージー牛乳。美味しそう。これもそのナスのスーパーで買ったの。めっちゃ牛乳の種類あったりね。あった。ね。でもまあ一応旅中ということでね、瓶の処理が大変だからペットボトルの探したんだよね。それがこれ、ロイヤルジャージー牛乳。絶対うまいよなこんなの。なこれでだってバナナシェイク作るとか贅沢すぎだろ。これん、これ絵描きたい。え、何絵ってどういうこと。スタバみたいな。いいよ、ペンあるもんね。ある。いい、じゃあバナナ切ってる間に帰って。はい。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ご注文は。あ、スタバの店員さんなのね。さすが形から入るタイプね。そう、じゃあ、バナナシェイクフラペチーノ。バナナシェイクフラペチーノ、うん、トールで。トールで、はい、いいよ。でよろしいですか。はい、以上でいいですよ。トールバナナフラペチーノ。全然まとまってね。バナナ一人一本で大丈夫か。できた？じゃあお見せください。バナナミルクフラペチーノ。いいじゃん。なんでその黄色いの。バナナ。あ、見えない。バナナあった。これも一緒。そうだよ。わ、いいじゃん。これトールサイズね。そう。いいね。ちょっとスタバごっこだね本当に。わあ、あ、あ、やりましたこいつ。口開けてごらん。あげてごらん。ちょっとお歌歌って。うん、お歌歌って。うん、うん、でカエルなんだよ。うわ、なんかトロッとしとるんやけど。えー、いいね。ここで砂糖ちょ大さじ2がね、一応規定量っぽいから。でも牛乳がもしかしたら甘いから大丈夫かもしれないけどね。いくよ。おーい。
じゃあこれぐらいでいい？うん。おーし。ありがとう。これでもう完成。すごいね、簡単。じゃじゃーん。おお。どう？美味しそう。うまそう？うん。これをね、入れていくよ。わーい。いいじゃん。美味しそう。うまそう。何色のストローがいい？青。青がいい？うん。うわあ。あら、まだダメだよ。うわあ。まだダメ。ちょっと俺のも作ってからだよ。山。うわあ。山の方が少ない。飲んだんじゃないの？飲んでないよ。飲んだんじゃないの？だってこれ。綺麗じゃん。おお、そっか。じゃあ飲んでみよう。乾杯。乾杯。食後デザートだよ。うん。うん。まあ。うま。じゃあうまいんだけど。なんだ？うまい。なんか探してる。牛乳のあれかな。コクとかが出てる。うん、そうなのかな。ね。少しこう旅して旅先感を出す。ちょっと飲み比べしよう。ミキシングの具合で。違い？うん。どう？違う？なんかね、粒がちょっとある感じする。ちょっとこう粒がある感じする。わかる？こっちがもう液体みたいな。そうだね。トロトロみたいな。こいつだけの味もちょっと楽しみたかったんで、うん、飲んでみよう。ではいただきます。うん。いや、濃いよ、濃い。濃いよね。うん、なんかね、甘いっていうかさ、深くない？コクがあるから。ああ。なんか丘の向こう側が結構高台みたいになってくから、うん、ちょっと眺めでも見に行かん。ね、涼しくなってきたし。よいしょ。ちょっとこう、遊歩道みたいのがあるとは書いてあったね。いや、あそこ、牛いない？え？あ、お尻だ。マジで？本当？こんな駐車場で牛見れるの？なんかでも案内看板があるね、こっちにも。ちょっと覗けるんじゃない？四季と餃子と島。餃子っつは可愛くない？ね、彼が餃子くん？わぁ、でっかい。すごい。顔が大きい。こっちにもいるのか。あ、休んでるよ。可愛いなぁ。なんか揺れてるけど。餃子ちゃんなのかな、あれが。これが餃子ちゃん。かわいいな。かわいい。ってめっちゃすごくない？わー、すごい。景色。この牧場のちょっと高台にあるからさ。うん。すげえ。今日天気いいからめっちゃ向こうまで見えるじゃん。ね、向こうまで見える。このチーズテラスでは、なんかチーズをね、さっきの牛ちゃんたちから作ったチーズを買えるらしい。うん、まあ朝だけってことだよね、今の期間のこと。そうだね。うん。この、あそこのテラスとかさ、眺めやばいだろ。いいね。手がサザエさんなんだよな。結構大きい花火だよ。これそのままフィナーレ行きそうじゃない？めちゃめちゃでかい。よし、寝よう。おやすみ。寝ないでしょ。寝るよ。寝ないでしょ。明日早起きだぞ。朝ごはんがお前7時からだからな。寝ないでしょ。じゃあおやすみ。寝ないでしょ。大丈夫、寝れるから。寝ないでしょ。うん、時間がない。俺もちょっと寝過ごしてしまったようだ。うわ、熱っ。
ただきます。いただきます。あー、熱そう。どう、美味しい。ふっくらしてるね。うわー、うまそう。美味しい。うん、カレーっぽい。カレーっぽい。いただきます。はい、うまい。うまい。ちょっとずつ楽しめる和食御膳。いいね。うん、美味しい。和を感じる。ごちそうさまでした。はい、ということで RV パークホテルフロラシオン那須さん楽しんできました。なんといってもこれ立地がすごくいいところ。那須観光の拠点としてはその真ん中にちょうど位置してるから、いろんな場所に、遠くてもね、那須動物王国でも30分ぐらいで行けるし、もうサファリパークとか行きたかったらもう12-13分だもんね。すぐだよね。そう、めちゃめちゃ近い距離で行けるから朝もゆっくりできるし、こんな立地なのに1泊2,000円、安い。そしてお風呂も500円、うん、これは結構すごいぞ。で、ゴミ捨てと電源代も込みっていうことで、うん、結構その価格的にも良心的。で、またここでね、何日か滞在して、あたりを観光したり、楽しんでいこうかなと思います。うん、はい、ということで、はい、ホテルフロラシオン那須さん、いいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。